おはようございます。朝の3時40分ぐらいですね。ゴンタを起こさないようにこそこそ話してますけど、今日のお昼ぐらい、お昼過ぎから山口県岩国市の色屋ギャラリーの方で明日から開催される個展の搬入がありますんで、まあ4時ちょっと過ぎぐらいに出ましょうかね。いやー眠たいね。目が1ページの絵本展、山口県岩国市の色屋ギャラリーさんですね。こちらに今から向かいたいと思います。ゴンタを起こさないように。起こしたね、ごめんね。行ってくるよ。それではここからは声だけ吹き込んでいきたいと思います。今回ね、何時に出たかな、4時、朝の4時ぐらいに出て、で10時過ぎぐらいに岩国の方に到着しました。でまだね、桜がなんと残ってまして、まあ、熊本はねもうだいぶ散ってしまってたんで少し覚悟はしてたんですけど、まだまだ満開でですね。で今日が4月の3日なんですけど、まだ見ごろが続いておりますね。本当にね素敵なところなので、この錦帯橋とねこの桜のこの感じ最高です。今回ね色屋ギャラリーさんでの個展が6回目ということで、2018年からね毎年この、まあ、桜の時期に個展を開催させてもらってますけれども、まあ、今回はね新しいグッズなんかも登場して、それとねおじさんの公開アトリエがありますね、コミーダデバタタさんのポテトチップスも販売しております。でこれですね、もう2日間でだいぶなくなっちゃいましたんで、あとはもう早いもん勝ちっていう感じになってますけれども、ありがたいですね。皆さんお花見をする前にね、色屋さんによってこちらのポテトチップスを買って食べながらお花見してくれたら嬉しいなと思います。またねこちらでも作品増やしていきますので、それもね楽しみにしててください。であとね4月の4日が色屋ギャラリーさんの8周年の記念日になりますので、19時からですね色屋ギャラリーアカウントの方で8周年記念インスタライブやりますのでね、そちらもぜひ見てくれたらありがたいなと思います。色屋さんのねインスタアカウントは概要欄に貼っ付けときますのでね、そちらも見てみてください。じゃあ今日はこの辺で、また動画ね作りますのでよろしくお願いします。ではではまたおやすみなさいじゃないのかな、おやすみなさいはちょっと変ですね。まあ今日も一日頑張りましょう。でもまあ夜見る方はおやすみなさい。